皆さんこんにちは、瀬尾です。瀬尾淳のレッツ話、106回目です。そういえば104回目まで、しばらく私、似合わないというか、珍しい列の,の T シャツみたいなの着てましたね。自分で見て似合わないなと思ったんでもうやめます。はい106回ですが、1997シーズンの J リーグえー終わりまして、セカンドステージを9勝7敗の7位で終えました。まあ 前回も言ったんですけどもうこの時の多くのサッカーファンの関心は日本代表にもうすぐに移ってましたねまあチャンピオンシップに出た岩田とか鹿島は別なんでしょうけど、えー、J リーグ最終節と同じ10月4日に行われたワールドカップフランス大会アジア最終予選のカザフスタン日本は先制したんですけど引き分けて結局ー乗ろうと。 でグループ首位の韓国と勝ち点73になったのでちょっと残り4試合で逆転するのは厳しいとで最終予選って5チームの 5, 5カ国のホームアンダーウェイのリーグ戦で決まるんですけどグループ1位しか直接翌年のフランス大会に出場できないんですねでグループ2位になるともう一方のグループの2位と、えー、第3代表決定戦をプレーオフで行うとうだから もう2位にならないともうないということでもう日本は2位を狙うしかない、まあ、1位をね可能性ゼロではないにしてもとにかく2位狙うにしても何しても勝つしかないというそういう状況だったわけですよ。もうその2位すらも危ない状況ということでこのカザフスタン戦のあと日本代表チームの監督が鴨茂さんから岡田武さんに変わりました。で 最終節が終がわった頃、もうちょっとこの頃になると代表戦とレッズの試合と両方こうパッパッと頭切り替えなくちゃいけないんで大変なんですけどギド・ブッフバルトは、ギド・ブッフバルト選手が今シーズン1997シーズン限りでレッズを辞めるということが明らかになりましたあの94年の後半から3シーズン半レッズに在籍してくれて プロフェッショナルとは何かっていうことを自分のプレーとそれから時には言葉まあそして普段の振る舞いで日本人選手たちに植え付けてくれたまあ伝道師と言っていいと思うんですけどそういう人物でありまあ恩人と言ってもいいのかなとまあそういう選手だったんですけどえまあドイツの家族の問題もあってえ帰国すると、ま。あ いろいろ詳しくはね言われなかったですけど、そういうことでレッツを離れるということが発表されました。で、その最後のホームゲームになるかもしれなかったっていうのがリーグ戦の後なんですけど、レッツはナビスコカップ、山崎ナビスコカップの予選リーグ3月4月に行われて勝ち抜いてましたから、J リーグが終わった11日後、10月15日に。 その山崎ナビスコカップの準々決勝第1戦が駒場で行われたんですねで、まあ、勝てばまた次も準決勝もホームゲームもあるんですけど勝つかどうかわからないんでこれがもしかしたら最後になるかもしれないということでですねちなみに相手はセカンドステージ優勝の岩田で、まあ、七海宏選手は日本代表に招集されて不在だったんですけど まあ同じ条件で1か月ぐらい前にリーグ戦でやった時はえまあ延長までスコアレスでえ延長で V ゴール負けしたというそういう相手なんですね。でホームアンダーウェイで第2戦がアウェーで行われてそれで決着つくっていうこのナビスコの準々決勝ですからまあできればこの第1戦で複数得点差をつけて勝っておきたかったんですがこの試合の前にブッフバルト選手が筋肉系の,筋肉系の怪我で。 えー、欠場これは大きな戦力ダウンですよね、えー、結局試合は00のドローでした。あのブッフバルト選手に代わって広瀬修選手が守備陣をまとめてですね。まあ、リベロに入って、それが右肩の怪我が治った福永康史選手が出場したんですけど、もう7ヶ月ぶりでしたね。第一戦は勝てなかった。 で試合のあとこれが最後のホームゲームあのギド選手最後のホームゲームになるかもしれないということでお別れセレモニーが行われたんですねで契約満了になる選手を個別にセレモニーで送り出すっていうのはこれ初めてだったんですよまあもちろんあのサポーターからすればね絶対にこうそういう機会を設けてほしかったと思いま,したし思いますしクラブとしてもそうするのは当然というほどの貢献をしてくれた選手だったんですけど J リーグ最終節の後にホームゲームがあるなんてまめったにないわけですよ。こういうと異例な日程がね、えー、なんて言うんでしょう幸いしてくれたのかなというふうに思っています。で、えー、さっきも言ったようにこの試合ギト選手はメンバーに入っていなかったんですけど、まあ、ユニフォーム姿になり、えー、現れたんですけどなんと白馬にまたがって白い馬ですよ場内を一周したんですね。でまあ あのもちろん駆け回ったわけではなくてあのゆっくりと何ていうんですかね波足もっとゆっくりです言い方わからないですけどゆっくり馬に歩いてもらって、まあ、歩いてもらってっていうか、ね、先導する人がいたんですけどでスタンドのファンサポーターに手を振りながら一周したとまああのどうやってセレモニーするかっていうのを私も何かの会打ち合わせで出たんですけど あのクラブからこういうふうに言われて「え白い馬?」まあ一番は足を筋肉系の怪我をしている選手にこう場内一周してもらうわけにはいかない一周させるわけにはいかないっていうのはまずありますよねだけど真ん中でマイクでああのしゃべって通訳でまたそれがその流れてサポーターが間近で声をかけられないっていうのもそれも気の毒だなと。 えー、でどうやってやじゃあ一周してもらうかっていう葛藤の末に、まあ、クラブの担当者というか、まあ、あのミスターこと佐藤仁志さんが編み出した方法がこれなんだったんですね。正直あの予想もつかないかったですあのだいぶ後ですけど2003年じゃなくて4年かな井原正美選手の引退試合が国立で行われた時に。 えー、坪井選手が運転する電気自動車に乗って場内を1周するっていうのは確かありましたあれ井原選手別に怪我してたわけじゃないんですけどまあ敬意を表してみたいなことだったんですかねもしかしてこれあの白馬が、えー、あれになってたのかなそんなことないですかねヒン,トのヒントになっていたのかなと思いましたけど、まあ、とにかくそのただ1周させるしてもらうだけではちょっとその主人公にふさわしくないっていうのもあったのかもしれないです今度 ミスターお会いしたらなんで白馬だったのということを聞いてみたいと思いますけど、まあ、この人はあのこういう奇想天外なことを何でもやってしまうというか、まあ、思いつくのもすごいけどそれをやってしまうという、えー、そういう,こう彼がやった史上初みたいなのいっぱいありますね、えー、1時間ぐらいしゃべる自信がありますけど、まあ、それはお聞きまして、あのー、この日ホームゲームですから待ち亭プログラムでも。 ギドに対するサポーターの感謝の言葉をわーっと特集したんですけどあのまあこういう機会があるっていうのはタイミングも大事なんでえある意味ありがたいですよねところで余談ですけど9月27日のガンバ大阪との試合でこれホームゲームだったんで待ち手プログラムの表紙がブフバルト選手だったんですでゴールを挙げた直後のガッツポーズしてる後ろ姿だったんです背中。 これとそのギドがレッツを去るということをこう組み合わせて瀬尾さんギドの契約満了してたんでしょうとだからこういう表紙だったんでしょうって何人にも言われたんですけど全くの偶然でしたはいたまにはこんな写真も面白いよねっていうふうに相談してあの決めたんですけどはいえほんとくしくもそういう暗示みたいになっちゃいましたまあ結局 えー、ナベスコカップの準々決勝第2戦は、えー、この3日後の10月18日にアウェーで行われて、えー、ギドの怪我は回復しないで結局欠場、えー、前半に先,半、えー、先制されて福田正宏選手が PK で追いついたんですさ,さらに土橋正樹選手のゴールで1回は勝ち越したんですよねだけどその後2点を奪われて2対3で敗れました勝っていれば 準決勝ってもうちょっと後の11月1日だったんで、もしかしたら、ブフバルト選手のラストプレーが、この場で見られたんじゃないかなと思いました、えー、残念でした。